沼田市は群馬県北部の市である。古くから木材の集積地であり、市場町として発達した北毛の中心都市である。群馬県内にある市では最も北に位置する。人口は約4万5千人と県内の市では最も少ない。1975年撮影の沼田市、中心部周辺の空中写真。西尾根川、 北を薄寝川、南東部を片品川に挟まれた大規模な貸し段球場に市街地が形成されている。上越線沼田駅は貸し段球西側の麓に位置している。本画像撮影時にはまだ関越自動車道は建設されていない。1975年撮影の4枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図。 空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。市の西部を利根川が南端をその支流である片品川が流れ、大規模な貸し断球を形成する。中心街は断球の上部にあり、利根川に沿って断球下部を JR 上越線や国道17号が通り、JR 沼田駅は断球崖の麓に位置する。これらとほぼ並行して、 関越自動車道が丘の上を通り、沼田インターチェンジは市街地の東に設置されている。2005年2月13日に、都根郡白沢村と都根村が編入合併してからは、地域の形が H になっている。下段を望む太平洋側気候中央高知式気候日本海側気候の特徴を併せ持つ。関東地方で最も寒冷な都市の一つで、 1>, 1月の平均気温は摂氏0度を下回り、真冬日は年間平均で3.7日観測される。夏場は比較的冷量で、真夏日と猛暑日の年間平均日数はそれぞれ37.3日と2.7日となっている。また、年降水量は群馬県内の観測地点の中で最小である。冬は日本海からの雪雲が届き、 降雪や積雪を見る日もある一方で、水上町とは降水量と日照時間に大きな違いがあり、太平洋側気候の特徴も現れている。なお、旧沼田市域とトネ村域は降雪地帯に指定されている。沼田城首領中世には沼田城の城下町であった。上杉謙信と武田信玄、北条氏は沼田の領有をめぐって激しく対立。 上杉軍の北条氏攻撃の拠点ともなった。戦国末期には、真田昌幸、信幸の領有ともなった。江戸時代は、沼田藩となり、最盛期には3万5千石を数えた。突起なき場合、歴代市長の紹介による。全就業者数2万4938人、農業就業者数は2784人で、全就業者数の11.2%を占める。 農業産出額は1200個1000万円で、その内訳は上位から野菜、果実、工芸農作物、乳用牛、豚、米の順である。野菜は夏でも涼しい気候を利用して、レタス、大根、ほうれん草、トマトキャベツなどが栽培されている。また、作付け面積は少ないものの、山うどや吹きなど特徴的な作物も栽培されている。果実は、 リンゴ、サクランボ、桃、工芸農作物はこんにゃく芋が栽培されている。畜産は産出額では乳幼牛が多いが、使用等数では豚が多い。工業就業者数は6256人で、全就業者数の23.4%を占める。うち製造業の就業者数は3671人で、全就業者数の13.7%を占める。 製造業の製造品出荷額の合計は843万319万円で、産業分類別では上位から木材、木製品製造業、プラスチック製品製造業、食料品製造業の順である。木材、木製品製造業は主に住宅建材、部材を生産している。また、大きな工場は関越自動車道のインターチェンジや それに続くバイパスの付近に分布している。ただし、日本デルモンテは、沼田駅の周辺にある。主な事業所工業団地水力、発電所商業就業者数は15,183人で、全就業者数の56.7%を占める。括弧内は、全就業者数に対する割合。沼田警察署病院沼田病院診療所、高等学校小学校。 中学校特別支援学校認定子ども園、幼稚園、保育園その他文化施設沼田駅沼田インターチェンジ、追神温泉吹割れの滝丹原スキーパーク市内に、ある文化財は、市ウェブサイトを参照。真田市関係史跡群馬木縫遺産その他史跡、神社仏閣。ありがとうございます。